お名残惜しいですけどもね、せっかくこのメンバーがいるのに2曲で終わりかよって感じなんですけどね、はい、まあ、また次いつできるかちょっと分かんないですけども、はい、いつかまたこのメンバーで、ね、させてもらえることを、多分20年後ぐらいかなと思うんですけど、生きてるかなあ、まだやってはりましたんかみたいな、こんな感じになるかもね、はい、それはそれで楽しいですね、じゃあラストはですね、僕は結構ロックンロールが好きなもんですからね、これもちょっとロックンロールのリズムを使って作った曲でね、不器用な人間なんで、もう失敗したりヘマしたり、チョンボするとね、もうあーって叫ぶしかないっていうね、だから僕ほんまね、人生で何遍えらいこっちゃって言うたか分からんぐらいですね、えらいこっちゃえらいこっちゃ言うてますけどもね、えらいこっちゃやってもうたシャレならんわって何度も言うてますけどね、では、最後にね、吠えてみろという曲を、歌いたいと思います。これね、本当にこう狼のようにね、ブーと叫ぶとこあるんでね、皆さんもよろしければぜひね、さっき予告通り歌っていただこうかなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。では最後に吠えてみろ、ワン、チュー、シェー。宿る場所を探してさまよい続けた、落としどころのない想い慣れ飲み込んで、天に向かって叫んだ、キラキラしたもの降ってきた、受け止めてまた叫んで、熱くなる、hey!
さんももしよろしかったら、溜まってると思います。何を遠慮することある？難しかったらアホーで構いません。後ろからピアノ上田亮太、ウッドベース原浩一、コーラスギター、西村幸太郎、パーカッション、ケンケン上沼健司、そして、フルート岩田さつき、そしてバイオリン安藤かな、そして、サックス、エンドマリン、そして、アコーディオンは加藤かな子さんで、そして、東越、その他もろもろ岡崎康夫さんでお届けしました。